エンブレムを含めまして白崎球場を兼ねましてイーグレット、これ白崎っていうを通した感想を聞きたいと思います。キャプテンの梅津さんに、どうですか？でもかっこよくてこれから頑張ろうって気持ちになります。チームの目標は何ですか？インカレ出場です。入学して間もなくてですね、実はそんなにチーム練習というのはできてないんですよね。ですから、まあ、試合をやりながら、本当にチームのコンビネーションであるとかっていう部分を高めていければと思いますし、まあ、もともとずっと一緒にやってきたメンバーが多いので、はい、そこと、まあ、また新しいメンバーと組み合わせるようなことができれば、はい、まあ、いいチームができるのかなと思います。11人からのスタートになるんですけど、高校の時とかは先輩おらんかったんですけど、先輩も2人おって新しい環境でできるんで、インカレに出場したりいろんなことに挑戦していきたいです。